こんにちは、れっちゃんでーす。今回もジャンプジやっていきたいと思います。はい、ということで、今回こちらのキャラ使っていきます。はい、奈良鹿台使っていきたいと思います。はい、ということで早速性能を見ていきましょう。はい、バランスタイプで、攻撃力2172ですね。結構低めで、必殺が、ダメージ軽減無視ですね。で、ダメージ軽減の場合35% の追加ダメージですね。まあ、結構低めっすね。なんか、いつもの、ウンマックスのキャラと比べると結構低い感じがしますね。では、友情見ていきたいと思います。レジェンドゲージが 17% アップ。そして、青と赤にかかった呪いのターンを1短縮するって感じですね。まあ、レジェンドゲージ結構上がるのいいですね。17% も上げてくれるんですね。では、特性見ていきましょう。行動前に緑プチを青プチに変換。そして攻撃力を 18% 上げてくれます。結構単純な感じの、特性ですが、まあ、プチ変換ついてるので良さげですね。で、運特性は、3個以上繋いだターンに攻撃力と通常攻撃が上がるみたいですね。攻撃力が 12%。そして、通常攻撃が 10% 上がるみたいです。はい、ということで、今回こんな感じのパーティーで、遊んでいこうかなと思います。ということで、やっていきましょう。レッツゴー。はい、ということで、やっていきたいと思います。まずは必殺演出見ていきたい。これでいけるかな。よし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 。では、見ていきましょう。ダメージ軽減もされてますね。これは無限なのかな？どういう状態なんだろう。とりあえず、まあ、キラーが刺さるっていう状態になってます。影縛りの術か。なるほどね。おーおーおお、結構演出かっこいいな。いいっすね。では、火力上げてやってみようかなと思います。まずは攻撃力 30% アップ。演出つけましょう。さあ、お次が、14% 必殺プチですね。さあ、これ繋がるかどうかなんですけども、どうなんだろうね。いけるかな。で、15% ずつ上げます。そしたら、28% の必殺技アップ。おー、びっくりした。では、お次、18% アップの必殺プチ。で、必殺で攻撃力も上がります。では、お次24%。で、18%。これ大丈夫かな？本当に。不安ですね。では、弱体化。さあ、これで攻撃力が 21% アップです。では、50% アップ。そして、ここで繋げたい。頼むぜ。OK。さあ、繋がりました。そしたら、ここ取ったらいけるかな？まあ、ここしかないんで。打ちます。ああ、2個分か。オッケーっす。じゃあ2個分を見ていきたいと思います。攻撃力がね、11,495 ですね。さあ、ここ 52% アップでやっていきましょう。演出もね、倍速も下げて。さあ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 。こっから、ベジータのアップが入ります。
16%×3 です。そしてそれを受けた必殺2個いけー。あー、38万か。まあ、そこそこですかね。はい、ということでいかがだったでしょうか。奈良鹿台使っていきました。ダメージ軽減キャラって結構青多そうだよね。ちょっと一回見てみますか。ダメージ軽減無視ですよね。でか、青ですと、まあ僕が持ってる感じでもまあ15体いて、まあその中でね、やっぱ使えるキャラ、無課金で使えるキャラっつったらもうオーバーがね出てますので、こっちの方が使えちゃってるので、ちょっとまあゲットするのは簡単なんですけども、まあオーバー作ってたらまあ大丈夫かなって感じがしますね。こっち使うよりまあオーバー使った方がいいかなっていう感じの性能でした。いや、まあでも、まあ、キャラクター愛っていうものがあるので、まあ、こっち使うのもありですね。一応特性が変換持ってるので、まあ、こっちで必殺プチつなげまくってっていう感じのまあムーブもできるので、こっち使うのもありかなと思います。あとタイプが違うので、まあ特殊アップだったり、まああっちは鹿台の方はバランスなので、まあそこのタイプでまあ火力を上げるっていう方法もあるので、まあそういった使い方、まあ使い分けができるかなっていう感じはしました。はい、ということで今回こんな感じで終わりにしようかなと思います。ここまで見ていただきありがとうございました。ぜひチャンネル登録、コメント、グッドボタンよろしくお願いします。概要欄にツイッターのリンクも載せてありますので、フォローをぜひぜひよろしくお願いします。ということで、また次回お会いしましょう。またねー。